1万2000人の新成人のうちおよそ8000人が参加すると見込んでいて、1回あたりの参加者を2000人程度に分散させるということです。また式典を例年より15分ほど短縮したり、会場の通路を一方通行にしたりして感染防止を図るほか、来場できない新成人のために式典の様子をオンラインで配信することにしています。広島市は新成人にとっては一生に一度のことなので、なんとか対策を講じて開催したい。会場に来る人はマスクの着用や消毒などを徹底するとともに、式典が終わった後も新成人としてマナーを守って帰宅してほしいと話しています。ニュースでした。今お伝えしました広島局からは季節の映像も届いています。列島ニュース最後はこちらです。富山局と金沢局です。富山からは全線開業から50年を迎える立山黒部アルペンルートのニュースが届いて、なんでそれ。お茶。お茶。これ冷えちゃってるから、ね。冷凍庫のやつ？うん、冷凍庫入ってるんだ。うん。何時に行くの？30分。うん？うん、ありがとう、取っといた。そう、そういうもんなんだよ、アマゾンって。で、そういうもんなの、アマゾンっていうのは。じいちゃん、これ、じいちゃん、これ掃除機の、これ、これもう使わないから、これ古い掃除機。捨てちゃうよ。あ、使ってんだよ。使わないよ。で、あの、ちっちゃいやつの方が威力強いから、うん、これもういらないから全部捨てちゃうよ。うん。うん、
実はどっか掃除機にかけてほしいとこある？掃除機かけてほしいとこある？座敷しかない。こっち？うん、じゃあもうちょい。じいさん、500円見けたから、うん、あげます。あれじゃあ、どっか入れる？ここすごい。じいちゃん落としたのかな？あ？じいちゃん落としたのかな？じいちゃんのだろう、だって俺があそこで500円落とさないもん、うんうん、あげますよ。今入れ歯磨いてんの？今入れ歯磨いてんの？飯食ったの？